はい、ようこそお越しくださいましたはい及川光弘職業ミッチー十一歳です <laughs> まあこういった衣装はですね <laughs> はい、あの正直申しまして通常営業ですねポイントはこの錦の明らかん <laughs> <laughs> 及川光弘僕ミッチーのハマっている沼はドンガンダムです はまっててるるといいうかはまり続けている『機動戦士ガンダム』の初回放送というのが1979年の4月なんですけれども、えー、その頃僕は9歳ですよね、うん、41年、えー、41年好きなんだよもうこれしょうがないよね <laughs> いや一回さ沼にはまってしまうとうなかなか嫌いにはなれないだからさ中二病どころじゃないんだよ小四病だよ41年好きなんですよ だから最近もね、えーまあ、この年になってもですよ、風呂上がり、あの髪をがしがしと拭きながら、続編のゼータ・ガンダムを1話から見直しているっていうね、これ、その見てください、このダサいジャケット <laughs> これ、最高の褒め言葉ですよね。えー、い,やいやこれ、も1979年、初回版ですね、うん、まあ少年ミッチーはですねお小遣いをもうほとんどつぎ込んで、そのガンダムのオリジナルサウンドトラック、いわゆる BGM 集に当てていたと。 これだからもう、なんていうんですか全部持ってるわけですよ。うわぁーれアナログ版ですよ、LP レコード。本当ですよね。これ今実家帰ったらもっとあるんですけどね。まあとにかく、そういう大好きな、えー、ロボットアニメと、その音楽、うん、えー、これが大好きでしたね。うん。うん、及川光弘さんでした。ありがとうございましたどうもありがとうどうもありがとうチャオ